衆参両院で多数派が異なるねじれ国会がスタートです。まあ、この影響は参議院の人事に早くも現れていまして、通常与党が独占する議長と議員運営委員長のポストを今回は民主党と自民党が分け合うことになりました。こういった厳しい国会運営の中、新人議員たちが臨みます。公務もおろそかにすることなく進んでいきたいと思っております。またそれはちょっとまた例えが違うと思うので。はい、とても緊張してます。初心を忘れない国会議員でいたいと思ってます。当然国のことをしっかり頑張る、その他にやっぱり地元秋田に地元のためにしっかり頑張れる議員を目指していきたいと思います。まだ小さな政党なんですけどね、これだけ注目を浴びていて、やはり日本の改革を望まれている方が非常に多いなというふうに感じますので、すごくある責任を感じます。西岡武夫さんが議長に当選されました。